熊本地震の被災者向けに熊本市が仮城、たアパートで今年10月に死亡してい、70代の男性が、誰にも見取られずにほろ、なる孤立死と見られることが分かりまし。熊本地震の被災者で孤立死したとみら、ケースはこれで15人となりました。熊、県などによりますと、この男性は、0代、熊本市が借り上げたいわゆる、なし仮設のアパートで今年4月から、鳥で暮らしていましたが、今年中、死亡しているのが見つかりました後には、今年8月に被災した人た、の見守り活動を行う熊本市の、地域支え、医センターのメンバーが訪問していま、たが、生活や健康に問題は見られなか、ということです。熊本県や熊本市は、生が誰にも見取られ、見なくなった孤立、と見られるとしています。熊本県内の仮、住宅や公営住宅など、確認された孤立死、